高齢運転手が暴走する瞬間です。これは信号待ちをしていた車の後方カメラの映像です。駐車場から出てきた黒い車のため少し前に出ます。するとアクセルを吹かす音とともに黒い車が急発進します。ガードパイプにぶつかりそうになり、慌てて急ハンドルを切りますが制御できません。そしてガードレールにぶつかってようやく止まります。黒い車には全国最大規模の暴走族グループのエンブレムが貼られています。高齢者です。事故を起こした運転手はぶつかった後もアクセルを踏み続けていて前に進もうとしています。事故を認識できていないのでしょうか。近くをパトロールしていた警察が現場に駆けつけます。警察はアクセルを踏み続ける高齢者を丁寧に下ろします。そしてこの後、高齢者から衝撃の発言が。なんでぶつかってるのにアクセル踏み続けてるの、危ないよ、さらに事故起こしちゃうでしょ、何してんのよ。いや、ナビをね、設定してたよね。警察はあまりにも衝撃的な発言だったため免許返納を促します。しかし抵抗する高齢者、正常な運転ができない状態にもかかわらず運転させていた自動車も教育します。警察の熱心な力説が通じ高齢者と自動車は免許返納と自主廃棄に同意しました。高齢者はアクセルとブレーキを踏み間違えたと話しています。警察はこれ以上高齢者の暴走で罪なき国民を危険にさらしたくない、今後も免許返納を強化する、しかし高齢者の生活に足が必要なことも理解はしている、総理大臣に対策を急がせるとコメントしています。警察の発表によると今回の事故でけが人はいなかったとのことです。